古今帝信仰は落語の名跡。東大は五代目。四代目古今帝信仰は落語家、音玉師。本名、川島信夫。東京金流小卒業。出林は、おいとこ。八代目、雷門助六の没後は、落語界最長老となった。明治に生まれ育った最後の話家である。芸は、音玉から演唱話、漫談。 ゲーのタコの茹で上がりなど多かった。録音も多数残している。五代目古根帝信仰は、静岡県藤枝市出身の落語家。本名、安部俊明。出林、梅ヶえ。静岡県藤枝市立にしますます。小学校。静岡県藤枝市立にしますます。津中学校。静岡県立八重洲中央高校。 国士館大学生形学部政治学科卒業。1999年3月、初代古今帝信号に入門。古今帝一号となる。2002年期第7回、岡本牧賞を受賞。2003年5月に、古今帝朝太市、桂西紫、三遊亭司と共に煮つ目昇進。古今帝信を公に改名。 自身はこの時点で心座信仰襲名を希望したが、師匠に信仰は新内の名前だからと却下される。2010年に師匠信吾が死去し、古今帝神橋門下に遺跡。2014年3月21日に三代目、柳屋東三郎、四代目、柳屋三五郎、三遊亭騎和武と、三代目、桂山とと共に、新内昇進。 五代目国定信講習名。ありがとうございます。